ストーン軍はアメリカ合衆国ミズーリ州の南西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は32,202人であり、2000年の28,658人から12.4%増加した。軍庁所在地はガリーナ市であり、同軍で人口最大の都市はキンバリングシティ市である。ストーン軍は1851年2月10日に組織化され、 軍名は、イギリス系開拓者かつ、メリーランド州の初期入植者で、トーニー軍判事も務めたウィリアム・ストーンにちなんで名付けられた。ストーン軍は、ブランソン・ショート試験に属している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は510.91平方マイルで、あり、このうち陸地463.22平方マイル。 水域は47.68平方マイルで、水域率は9.33%である。キンバリングシティブランソンウェスト空港は、ブランソンウェスト市民空港とも呼ばれ、軍内の公共用途、ジェネラルアビエーション空港である。空港所有者である、ブランソンウェスト市の中心事業外から西にに帰りに、ある。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 ストーン軍の25歳以上の住民のうち80.4%は高校卒以上の学歴を持ち14.2%は学士以上の学位を持っているストーン軍の地方レベルでは共和党が大半の政治を支配しており軍の選挙で選ばれる役職を一人以外は独占している共和党の軍政委員が死んだ時に民主党員で州知事の J ニクソンが その空席を民主党員の事務杯に埋めさせた。国政大統領選挙のレベルでは、中南西部の軍と同様に、共和党支持の強い地盤ある。2000年と2004年の大統領選挙では、ジョージ・ W ・ブッシュが2対1以上の票差で、ストーン軍を制した。2008年の選挙では、州内の田園部にある軍と同様、バラク・オバマより、ジョン・マケインを選んだ。ストーンでは、 過去50年以上民主党候補が制したことはない。ストーン軍は、中南西部バイブルベルトにある、田園部軍と同様、社会的にまた文化的に保守的であり、それが共和党支持の傾向に強く影響している。2004年の州民投票では、結婚を男と女の結合として定義する州、憲法改正案を、ストーン軍は79.87%という、 圧倒的多数で賛成した。州全体でも71%の賛成で可決し、ミズーリ州は同性結婚を禁止する最初の州になった。2006年の州民投票では、肺性幹細胞の研究を予算化し、合法化する憲法改正案がかけられたが、ストーン群では52.80%が反対した。州全体では51%の賛成と、 過労死で改正が成立し、肺性幹細胞の研究を最初に認めた州の一つになった。軍民は伝統的に社会問題に保守的であるが、最低賃金の増加のような人民主義的施策は支持する傾向にある。やはり2006年の州民投票で最低賃金を時間あたり6.5ドルに増やす命題については、ストーン軍では76.72%が支持した。 この命題は、州内のどの軍でも支持され 75.、75.94%が賛成した。2008年大統領予備選挙2008年の大統領予備選挙で、ストーン軍は兄大政党の候補者をどちらも、州全体と全国で2位に終わったものを選んだ。民主党の予備選挙では、ヒラリー・クリントンが1位となったが、共和党予備選挙では、 元アーカンソー州知事のマイクハッカビーがクリントンより多い得票で1位になった。ありがとうございます。